え皆さんこんにちは。こんにちは。医師院で合も始まりました。どうしよう。どうしよう。しよ今日はちょっと久々の後藤田さんとね二人ということで。なんか病気でもしたんですかみんな。いやまあね <laughs> この非常に。 やりに,くいにそうですね、はい。ということで今日は、えっと、10月の振り返りなんですがもうちょっと収録は11月入ってまして、はい、まあちょっとこれにはもう触れずには次に進めないので,で、ねはい、大阪都構想11月1日、うん、1> まあ残念ながら否決ということで、はい、これあのね時田さんもすごい東京からもう毎日のように入ってくださって。はいえーえー ちょっと総括を総括括をを <laughs> いやでも本当もう3分の1が言ってましたかね3分の1はちょっと言い過ぎかもしれないですけど沖縄沖縄時代大阪と東京を往復させていただいて、うん、でも本当に負けはしましたけども本当大阪の皆さんの熱気というか、うん、真剣にこの大阪のことを考えて、まあ、反対派の方々もね我々思いとか考えは違いますけどもやっぱすごく真剣に活動されていて、うん、まあだからこそちょっと誤報騒動というのは本当にすごい悔しいものはありましたけども、うん、ただねあれだけの多くの皆さんが投票所に足を運んでいただいたことには、うん、本当 感謝したいいなとううふにこれまあ実際にね活動しててやっぱ賛成ですごく応援してくださっている方も本当に、うん、まあ半々でしたから、はい、本当にだからたくさんいらっしゃいましたし、まあ、なんせこう僕らもこうできるだけこう制度とか、えー、大阪がどうなっていくのかっていうのを、まあ、説明を丁寧に丁寧にってやってましたけど、えーうん、いかんせんこれ我々のような、まあ、お金をいただいてるプロの場合、はい プロの議員が読み込んでも非常に範囲が広くて専門的なことなので、うんえー、制度を理解してもらってご判断いただくっていうことのまあ難しさを改めて感じたっていうのはあります。せん、えーそうそう。やっぱりイエスのノーで、うん、シングルイシュで、うん、特にこの制度の問題っていうのはすごく難しいじゃないですか。うん、原発イエスノーみたいなまあそれもそれで難しいですけども、でもさらにこう統治機構って、うん、エネルギーよりもっとさらに複雑なコミって話だし、正直やっぱまあ例え維新のメンバーでも大阪以外のメンバーで。うん 僕も今回戦略本部に入れていただいたので,ですよ、ね、法廷協議書とか全部読みましたけども、うん、そうじゃない議員はど,どこも、ね、それを読んでない議員もいるでしょうし、うん、本当にこの正確に理解してるっていうのはプロでも難しいものを、うん、本当に住民一人一人の方にご説明して納得いただくっていうのは本当に難しい作業だなっていうのはね,ねだからまあ足かけ10年で、うん、前の住民投票から5年間かけてこう、はい、いろいろやっぱりね我々としては努力してきたところですけどやっぱりこれまあ秘訣っていうのは。 重く、ね、受け止めて、ええ、次に進まないといけないっていうのがたぶん今日というかこの11月1日の次、ええ、11月2日からの、ねええ、お仕事かなというふうにはまあ思うんですけどね,ねただ出、ね、口調査の維新の行政評価というのは7割以上の方が評価すると。<laughs> うん 政党の第一党は維新だったということなので不死という枠組みは残しながらも今の維新の改革を進めていただきたいというのがおそらく多くの大阪市民の方々のメッセージだと思いますので私は東京の人間ですけども大阪維新の皆さんにはぜひこの改革というのを続けていただければなと。これ共産党さんなんかは二重行政自体を二重行政という課題設定自体を否定しておられるので論外なんですけど自民党さんは二重行政っていうものには課題意識を持っているという ところまではあだからこっからどういうアジェンダ設定をね僕らがしていくかっていうのはまあすでにもう我々は議論をちょっと始めてるんですけれどもまあまあ幹事長もね馬場幹事長も山の登り方がこうだったのかこうだったのかまた違うね目標に向かって僕もブログにちょっと書いたんですけど大阪都構想は。 まあいわゆるあくまでこう政策目標だったわけで、はいええ、それがまあ否定された今その上位年概念であった地方分権型の多極分散型の統治機構を日本のために作っていく、うん、でそのために大阪をモデルケースで大阪には二重行政を解消することで、はい、まあ新しい大都市の在り方を問うっていう、ええ、まあそういうあの、ね、私たちは理解だったんで、ええ、この上位年概念だったり我々のそういうまあ 我々の国政維新の大きな課題なのかもしれないですよね、うんええ。やっぱ次は大阪だけじゃなくて当然日本全国どこでもその二重行政の問題が発生しうるわけですし、うん、まあ人口減少社会少子高齢化を迎えて、まあ、広域行政どうするのかとか、うん、今の都道府県と市区町村の仕組みだけでいいのかというのは当然議題になってくるので,そうです、ね、やっぱこう今度はねちょっと国会にステージを一旦移してですね、うん、そこから法律論として制度論としてできることというのは整理したいとい 実際にやっぱり同僚の議員さんやまたはすごい一生懸命応援してくださったボランティアさんも本当に感謝なんですけどやっぱこうちょっと喪失感がねかなりあったりまた負けたから代表はすごく潔かったですけどやっぱり一生懸命やってくださった特にボランティアの方なんかやっぱりこうんていうんですか悔しさや憎しみや怒りやら悲しみやらそういうのがやっぱ渦巻いてるんで僕らとしてはもう 切り替えてね、ええ、次に進んで、このアジェンダ設定を、はい、課題設定をどこに置き、もうもう一回目標を整理し直す。はいうん これ、が僕たちの仕事かなといううふには思ってるんですね改革を諦めることが全然なくてですね僕も5年前負けた時に自分のブログ書いてたんですけども次は10年後、20年後までこの気持ちを持ち続けて頑張ろうみたいに書いててたった5年間でまた住民投票までたどり着けたってこと自体がすごいことなんだなとこれを考えればまた次の5年後、10年後全然大きなチャンスが来ることはあると思うのでちょっとまた皆さんとして僕も頑張っていきたいと思いまますすありがとうございいよろししくお願ます。 ということで振り返りますか。じゃあ振り返りますか。その大阪都こと以外もいろんなことがねあったようでございます。もうすぐ飛んでますけども10月はそれ以外のことはどこ気になりますか。まあでも学術会議の問題って10月1日から始まったんですね。これあのまあ今日もやってますけどこの11月の1週目は予算委員会で10月の最終週は本会議の週だったんでこれ学術会議 だわれわれの党以外、まあうん、国民さんもねあんまりやらんかったんですけどす、ねまあ、立憲さん今日ももう参議院でも,もう学術会議が多分6割、ね、7割8割近くやってる人もいると思いますねこれねやっぱりこうまあやっぱり学術会議の問題はもちろんあるんですけど、うん、これ野党もこれをなんかこうお同じ答弁ばっかり引き出すというか、はい、まあなんかずーっと水かけ論をやってるのと、えー、ただいっ 私が感じたのは菅総理の答弁は非常にこうちょっとまあ弱かったあんまりいけてないですよね、うん、なんかちょっと俗な言葉でいうとそこはちょっと結構気になったかなというのは、まあ、一つありましたよねだから今後のああいう予算委員会国会運営にも、はい、もしかしたらちょっと響いてくるのかなという、ね、そうですね、まあ、やっぱ説明不足だったっていうのは否めないと思いますしうん、うん、そこに自信を持ってこういう理由だとかそう、ね、こうなんだってことパーンって打ち返せないようだとちょっと今月この問題はまだまだ続いていくんだかないう。 いう気がします、ねうん、あとあれこれトランプさんコロナになったもんも10月なんですかね,ですねこの時は本当にトランプさんもう大統領選撤退じゃないかぐらいの絶望感ですけどうん、うん、ちょっと今日の時点でまだ結果出てないんですけどもそうなんですよ多分これが公開される頃には結果出ちゃってますけどねでももう大健闘を今日の時点ではしてるということなんで、うん、本当にまさ,、ね、まさかの。うん や本当何があるか選挙これでもね、はい、あのちょっと話戻っちゃうんですけど、えー、この大阪都構想の住民投票もやっぱりこれは、まあ、また改めてちょっと落ち着いて検証しないといけないかもしれないですけど、うんまあ、いわゆる公職選挙違反じゃないかというような誤情報やデマミスリードっていうのが結構これ影響を与えたっていう分析もあるじゃないですか。は でこれあの相当なアメリカの選挙も今後多分結果が出た後も訴訟へ、うん、ありますね。まあネットでの情報操作なんかもあるし、うん、でこれは我々としてあの憲法改正のね、うんはい、国民投票にも相当これ注意しないと、えー、簡単に言ったら無茶苦茶なことになる可能性ね。無茶苦茶なことになりますよ、うん、本当にねネガキャンし放題になってしまうという恐れがあります。給与改正したら。うん 今後の関連数とししてはなんかこう全員選に送らられるいいよ、うん、みたいなね、うん、まあだって同じようなことが住民投票でも起こって生活保護なくなるらしいよって、はい、信じてる住民の方結構いらっしゃったじゃないですか、はい、いや生活保護制度は国の制度だからなくなりませんよと、うん、でもそれをねあの平気で流布されてしまうっていう、はい、でそれを信じてしまう方が一定数いらっしゃるっていうのはこれ、まあ、あるなと思いながらこの大統領選挙のこの熾烈さっていうのは結構ね、はい 結果がまあ楽しみというのはあれですけども非常に注目しているという,、ねうね、ところですよね。やっぱ直接投票ならではというかね、やっぱどう住民感情とか国民感情で大きく左右されるので、うん、だからこそまあその反対陣が参選に対してねいろんなことを言うのは、はい、それはしょうがないですけども、やっぱマスコミのね報道というのはそうです、ね、期間中はやっぱり公平中立というのをしっかりこらるべきだなというのは思いましたね,うね、うん。あとどうでしょう。はいあとは これでも10月はあの国会始まる前にあの菅政権がいろんな矢継ぎ早にいろんな開花感をパン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 と出してきたっていうのでまあデジタル、ね、オンライン化全てで目指すとかですね脱範とかデジタル結構だから10月の菅政権勢いすごかったですよねそうですねなんかこの人たち本当やってくれるんじゃないかと考そう感じますよね、うん、だから我々としても10月の議論はやっぱそれをさらに先取りしたり、うん、さらに 深く突き進むというか、えー、あの改革案まで示して勝負しないとなっていうき まあ危機感、まあ、今ももちろんありまますけどっていう議論をしてますよねそうですねだからやっぱりこの川野さんと平井さんという二枚看板、うん、デジタル二枚看板業角二枚看板っていうのに僕ら勝たなきゃいけないというかですねその先を行かなきゃいけないのでこれも結構びっくりしはたというか、うん、あそこを強調するんだというか、うん、あんま菅さんにイメージなかったじゃないですかはい、はい、環境政策ってなんか無難な感じにするのかなと思ったら、うん、臨時国会初日に結構力強く2050年はゼロを目指します、うん、本当はだからこういうのとかを、はい、その技術論も含めて 実際にどういうふうに論点整理されてこうやってるのかっていうのは議論すべきなのが予算委員会だったりそうからこれ本来この温室効果ガスとかっていうのは野党側の、うん、というかリベラル側の論点なわけですよね。うんうん、そこは菅さんが誘いにかけたんだからはい、はい、じゃあガチンコでね、うん、でも菅さんは原発を動かすと半ば言ってるわけでじゃそれを動かさずにどう達成するのかとかそういう議論とかを見たいんですが、ね、ごく一部しかそういうことは行われなかったというのは残念であるんですけど。 議の御礼にあと10億円の学術会議で、ね、議論が終わってしまっているという。 あとはやっぱり最後でエンタメで「鬼滅の刃」もねあと菅首相まで「鬼滅の刃」もね呼吸がとか言ってるわけですよ。全手術の呼吸で答弁しますからさ国会議員がほとんど知らなかった僕はだいぶ受けたんですけどでもなんか優しい辻元清美さんなぜかが同じネタで返してくれ無惨様のコメントを引用して「こうならないでください」みたいな独裁者にならないでねみたいな。ちちゃゃんんみたいな キャッチボールが成立したという、割と国会も捨てたものではないというですね。<laughs> いやでも鬼滅の刃。 好きですか。僕はあのコミックは全部読んでます。ただわら映画見に行って見に行きました映画。映画僕は見てない。そうです。僕ら住民投票中だったんで。終わったら行こう。ああだからあの無限列車前まではアニメが公開されてるからね。えっとネットフリックスとそれは全部見てますけど。あれ行きたいっすね。行きたいっすよね。もうそろそろちょっと僕らも時間がなさすぎて。もうね僕らあの10月多分1日も休んでないんですよ。10月1日に投票票をして今4日とか5日に取ってますけども休みというのはないので。そうですね。そろそろ国。 鬼滅の刃ぐらい見に行っても怒られないのではないかといういや怒られないんか SNS 見てたら維新の議員でも見に行ってらっしゃる方いらっしゃる井上さんとか井上さんとかいいないいなって思いますでも結構今見たら泣けると思うのでちょっとねぜひもうちょっ経済効果が素晴らしいと思いますやっぱりこれでもうそうですね17億円もうなり興行収入突破してゃ10日間でとかね2週間でもだいぶね行ってるでしょうからこれあれ過去最高とか狙えるスピードです君の名はとかで200万億とかあと物語 姫とかですかね、多分ジブリ系がかなり上にいますけども、うんはい、その辺に絶対追いつけ追い越せで行って頂ければ日本が元気になるかなっていう,う、ね、そうですねしますね。 そんなところで今日は11月は国会が開催されてますので各委員会ももう始まりますのでちょっと頭を切り替えて僕らの党としてももう一回この課題設定政策目標をもう一回立て直してここからが特に僕ら国政を預かる議員としては維新の会の中でももうちょっと頑張っていかなかったということで最後に音喜田さんからひい言頂いて。 はいまあ、あの10月は、ね、いろいろと悲しいことも悔しいこともありましたけども、まあ、あの松井代表もです、ね、吉村世代が世代交代で頑張れというメッセージもいただきましたので、まあ、この藤田音喜多のこの世代も吉村世代ちょっとしたかもしれないですが我々の世代で国政維新も一生懸命盛り上げていきますので今月もご注目をよろしくお願いいたします。ありがとうございままましたたたそれでは来来週ま来週 <laughs> また次回